ガリバルディ通りのプレートパラッツォ、ロッソパラッツォビアンコ、ジェノバのレストラーデヌオーベとパラッツィ、デーロリセードはイタリアの世界遺産の一つ。ストラーデヌオーベは新しい街路群の意味で、ジェノバで16世紀に整備されたストラーダヌオーバと、それ以降の時代にできた二つの街路を指している。ガリバルディ通りには今もパラッツォ群が立ち並んでいるが、パラッツィ。 デーロッリとは、それらの宮殿軍が、かつてのロッリに掲載されていたことに由来する。ガリバルディ通りは、ジェノバの大通りの一つで、商業的な中心地に近い16世紀の邸宅軍が並んでいる外区である。同時に、立ち並ぶ宮殿軍が、建築学上の大きなインパクトを持っている、歴史地区の大通りである。スタール夫人はこの通りを、 王たちの通りと呼ぶにふさわしいとした。かつては、ストラーダのオーバと呼ばれたが、1882年に、イタリア統一に功があったジゼッペ・ガリバルディにあやかって、解消された。かつてのジェノバ共和国時代の、迎賓館目録は、身分の高い人々を迎えるための宮殿や、貴族の高級住宅をまとめた一覧だった。そこに挙げられていた宮殿のうち、パラッツォ・カンベアゾと、 パラッツォ・レルカリ・パロディは、建築家、ガレアッツォ・アレッシの手になるものである。フォンターネ・マローゼ広場から、メリディアーナ広場方向へと、主なものを、右から左の順で交互に紹介すると、以下の通りである。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。